日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。新庄剛志監督が率いる日本ハムがロッテを下し、 CS ファイナルステージ進出が決定しました。初戦黒星からの逆転2連勝とあって、3万7000人で埋まった超満員のエスコンフィールドは沸きに沸きました。みずほペイペイドームでのファイナルステージはソフトバンク対日本ハムに決定しましたが、早くも場外乱闘が勃発しています。というのも、ホークスファンの方たちが一斉に新庄監督への嫌悪感を主張しており、新庄が嫌いだから負けたくないとおっしゃっているのです。一体なぜ新庄監督がホークスファンに嫌われているのでしょうか。今回は新庄監督率いる日本ハムのここまでの戦い方と、ピーピーわめいておられるホークスファンの方々がいかに愚かであるのかをお伝えしていきます。日本ハムがロッテに大逆転を果たしましたが、選手の活躍以上に光ったのが指揮官のタクトです。新庄剛志監督が持つ独特なコンピューターの賜物でした。ソフトバンクとのファイナルステージではもう何が飛び出すか分かりません。終戦の崖っぷちからの2連勝で競り勝ったチーム周辺では、指揮官ならではの感性や直感に期待する声が高まっています。というのも、選手起用や采配が面白いように的中したからです。中でも今季14勝を挙げ、リーグ最多勝に輝いたエース伊藤大海投手をファーストステージで温存したことは顕著な例でしょう。負ければ終わりの短期決戦では、いい投手から先発させることが鉄則です。実際ロッテは1戦目から佐々木投手、小島投手、種市投手を投入してきました。ところが新庄監督は違いました。 CS ファイナルの戦いも見据えて、加藤投手、金村投手、北山投手をマウンドに送りました。今季の伊藤投手はソフトバンク戦で6戦4勝1敗、相手の本拠地では3戦2勝と無類の強さを誇り、あえてロッテ戦を回避させました。周囲やファンからは賛否の声が上がりましたが、指揮官は絶対にファイナルに勝ち上がると固くなに信じてエースを起用しませんでした。こんな大胆な策を打てるのは球界でも新庄監督だけでしょう。初戦はイニングを食える加藤投手をぶつけ、最悪負け OK で田中正義投手や宮西投手ら勝ちパターンの救援陣を休ませて、1軍に復帰して間もない池田投手を試運転しました。13日では先発投手の山崎福也投手をリリーフで起用しましたが、これは延長を見据えたロングリリーフで、それが見事にはまり救援陣を温存できました。14日は先発北山投手の投球が同点の5回途中から上ずり始めたことを察知し、迷わず守護神の田中正義投手を投入しました。そもそも波のある北山投手が崩れた時のために、リリーフ総動員の体制が前日の山崎投手のロングリリーフにより作れていたのです。この継投策は当初指揮官の頭にもなかったといい、こういう試合の継投采配は誰もを喜ばせる、感動させる、というのも監督の仕事だからと直感で動いていました。3点リードの9回にベテラン左腕の宮西投手を抜擢したのもチームを鼓舞するためでした。勝利が決まった瞬間、宮西投手は涙を浮かべ、本拠地は爆発寸前の歓喜と興奮に包まれました。新庄監督は今後の選手起用などについて、もうそこは流れを見てね、だって今日の継投で失敗してたら新庄アンチはもうお祭り騒ぎだったと思うし、まあそれも嫌いじゃないけどねと笑い飛ばしましたが、日に日に直感や感性が冴え渡り、精度まで高まっている新庄ミラクル。レギュラーシーズンを圧倒的な強さで制したソフトバンクにも大きな脅威となりそうです。ノリに乗っているボスのタクトは CS ファイナルでも止まらないでしょう。ソフトバンクとはシーズン中こそ 13.5 ゲームの大差をつけられたものの、直接対決は12勝12敗1分けと全くの五分。しかも9月は CS ファイナルの舞台となるみずほペイペイドームで4戦全勝と嫌なイメージもありません。そこに CS ファーストステージ突破の勢いがあれば、まさに今が旬の新庄監督、まだまだ奇抜な采配でファンを楽しませそうです。バトルフェイス。しかしこの新庄監督の一見はちゃめちゃなやり方をよく思わない全員がいるのも確かです。ホークスファンの方々はどうやら日本ハムが勝つことではなく、新庄監督が勝って調子に乗ることや、それに乗じて調子に乗るファン、
主に日本ハムのホーム公式戦の中継をしているガオラスポーツの実況担当の土井アナウンサーの日本ハム B 級実況に嫌悪感を抱いているようです。新庄監督と土井アナウンサーを黙らせたいがためにホークスファンに応援されていた千葉ロッテマリーンズの皆さんがかわいそうですね。そもそも実況に文句を言うのはお門違いで、全国放映の BS や地上波で言うならわかるのですが、ネット配信はガオラスポーツの映像を借りています。パリーグ TV やダゾーンが独自に配信しているものではありません。ガオラスポーツは日本ハムを事実上の独占放送をしており、視聴者層も当然日本ハムファンがほとんどなので、日本ハム B 級の実況となっていても不思議ではありません。むしろ土井アナウンサーは偏りすぎるのも良くないという心がけ持って放送されています。確かに偏る表現もあるかもしれませんが、相手を貶めるような発言は一切ありません。言ってしまえばホークスの試合の中継をしている福岡の放送局もひいき実況解説が顕著です。むしろ相手を貶めるような表現は福岡の方が多いような気もします。そもそもホームのファンに向けた放送なので、ホーム寄りになるのは当然と言えるでしょう。嫌なら副音声で球場のみの音声に切り替えるなどすればいいだけの話です。また今回の CS 中継では副音声ではロッテファン向けの解説も言っていました。相手の立場に立って物事を考えることができず、自分で改善する努力もせずに文句だけが一丁前なホークスファンの多さに呆れますね。もちろん一部のファンがそうなのであって、全部がそうだとは思っていません。別に何とも思わない、嫌いじゃないという善良なファンも当然存在します。とはいえ一部のファンのせいで印象が悪いですね。実況に自分の機嫌を取ってもらわなきゃいけないぐらい心に余裕がないんでしょうね。新庄監督もあの性分なので、よく思わない人がいてもおかしくないとは思いますが、14日の試合後に新庄監督がインスタグラムのストーリーズを更新し、誹謗中傷へ新庄監督らしい切り返しを見せ話題になっています。新庄監督は自身の SNS へ届いた、お前ふざけるなよといった内容の誹謗中傷を、勝っても負けても毎日のようにこんなコメントが山ほど来ますと呆れた様子で紹介しました。だから選手のみんなも気にせず、もっとちょうだいくらいの気持ちで行こうぜと前向きに切り返しました。この投稿にコメント欄では、ただ妬みですね、ボス負けないで、これ見たら采配批判とか可愛く見える、選手にも誹謗中傷たくさん来てるんだろうなって思うと吐き気がする、こんなの全く気にせず、こんなの毎日気がめいるな、などの声が寄せられました。新庄監督のような成功者であれば、アンチがちょっとやそっとわめいたぐらいで何とも思わないでしょう。新庄監督は裏ではしっかりしてるからこそ表で派手なことできるのです。決して人道から外れているわけではないですし、誹謗中傷される筋合いはないでしょう。逆に日本ハム側からしたら、勝って調子に乗るのが嫌なホークスファンの前で勝つことはこれ以上にないほど快感だと言えます。 X 上であまりにも新庄監督をよく思わないホークスファンが散見されていて、どの意見もお門違いすぎて正直チャンネル主もめいっていました。なので緊急アンケートを出させていただきました。その結果、思いのほか新庄監督への肯定的な意見が多く、なぜかアンケートを出したチャンネル主が叩かれる形となりました。このことからもやはり X 民は少々思慮に欠ける方々の集まりなのだなと実感しました。このようにファンがわめいたところで戦うのは選手同士ですし、グラウンド内ではそんなネットの声なんて関係なく真剣勝負そのものです。正々堂々と戦い、実力でもホークファンをしっかりと叩きのめしてほしいですね。そしていくらむしゃくしゃしていても誹謗中傷はくれぐれもやめましょうね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。